遅くなってごめんな。そんなことないわ、私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れなかったのか？うん、心配しないで、私なら大丈夫。おおっておい、何ぼーっとしてんだよ、早く行こうぜ。あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ、見に行ってみようぜ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。よく知ってるね。これを知ってる。肉はないのか。で、そのハフトスインって何なんだ？家臣探祭の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、スメールの神が持つ七つの美徳を象徴しているの。粉塵からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、何だったか。ちょっと待っててくれ。こいつ。そうそう。これは、ただ、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう。参考になったわ。いやいや、実は僕も。なかなか面白かったな。次はどこに行くか。さあ兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったら、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って解散。はい、ファーリス騎士。なんだなんだ、今のって何かの芝居か？花の騎士ファーリスは家臣探祭のシンボルでね。ロニアザードさんの支援がなかったら、子供たちが花の騎士の私に会う機会もなかったでしょうね。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。選んで？そこがこれの面白いところなんですよ。それからトカゲの尻尾味やオニカブトムシ味。おい、なんだよその味。ここはい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。ひひ、やっぱりお前って運がいいよな。そんなことあるわけないだろ、ランダムなんだから。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか？それか逆に眠りすぎてた。ええ、私のことなら気にし。おい、どこ行くんだよ。お前さっき騎士官って言ってたよな。その言葉オイラも知ってるぜ。そういえばオイラも今日ちょっとだけそんな感じがしてたんだ。それよりどうして急にここに来たんだ？なるほど、つまり普段やらないことをやって、どこかで体験した感覚があるかどうか確認するってわけか。よお、お二人さん、飯を食いに来たのか？何にする？あいよ、お客さん、見た感じ外国の人なのにいいセンスしてるな。デーツなんて、
あの黒くてまずそうなやつだよな。な、おいらお前の狙いが分かった気がするぞ。これ本当に食べるつもりなのか。いくらなんでもこれはちょっと。味はどうだ。その顔やっぱりまずいのか。ということはまさか。普通だったらありえないことだよな。オイラたちこの料理をあんなに毛嫌いしてたのに。どうやら今回は味覚から来る既視感ってことか。オイラもなんだかこの酒場には何度も来てる気がするぞ。常連ってわけでもないのに。どうする、一度外に出るか。あれ、あのベンチのところにいるのってドニアザードだよな。奇遇だなドニアザード。そのさっき悪い人たちに絡まれてしまって、リシアが助けてくれたの。悪い人？私は大丈夫だけど。ふぅ、ならよかった。でもなんだか今日のドニアザードテンションが低いよな。そんなことないわ、私はずっとこんな感じよ。過度な運動や感情の高ぶりは症状を悪化させてしまうの。それにたとえ今日がどんなに特別でも結局はただの一日に過ぎない。何言ってんだよドニアザード。なんだかオイラ混乱してきたけど、お前が今とても落ち込んでるってことだけはわかるぞ。本当に大丈夫よ、気にしていないから。どうかしたの？そのドニアザードは既視感を覚えたことってないか。今起きていることがすでにどこかで体験したような気がする感覚なんだけど。既視感？いえ、ないわ。ここ数年ずっと同じ生活をしていたから既視感があってももうな。そっか、もしかしてオイラと旅人だけなのか。そろそろ時間ね。ん？何の時間だ。ニーローの家臣の舞がもうすぐ始まるの。行きましょう。お前のような学のないやつにこの私と議論する資格があると思っているのか。帰ったら次のジュニアナガルマの日までにこのような講演を禁止する法令を書記官に作成させる。はい、すぐ手配いたします。家臣誕祭でせいぜい神の生誕を祝うがいい。気にしないで、こうなったらもうしょうがないわ。でもせっかく楽しみにしてくれてたから後悔してほしくないんだ。確かに残念だけど、それよりもみんなに迷惑かけたくないの。それに大賢者は関係者を処罰するって言ってたでしょ。そうだけど。じゃあ次の家臣誕祭は
絶対に成功させてみせるよ。次、私にはもう。え、今何か言った？何でもないわ。私今日はもう休むわね。あの賢者たち、風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのやつもう帰っちゃったのかな。じゃあオイラたちも戻って休もうぜ。結局騎士官についてはまだ心当たりないのか。もしかしてただ疲れてるだけなんじゃ。実はオイラも同じ感じがするんだ。疲れて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。他のことはまた明日考えよう。知能出力がわずかに低下だが正常範囲内にある。原因を早急に解明するため、引き続き数値を観測せよ。なんだか疲れが取れないな。まあいいか。とりあえずドニアザードと合流しようぜ。おはよう、ドニアザード。そんなことないわ。私が早く来ちゃっただけだから。お、なんだか声にげ…ううん、心配しないで。私なら大丈夫。まずは…おお、いいな。早速行こうぜ、旅人。あれ、支援がなければ子供たちも過信探査を楽しめなかったわけですから。そうだ、ヤルダーキャンディーはどうでしょう。 これ全部同じ。そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中の、おお、確かに。それから、おい、そんな味まであるのかよ。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか。おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。ヒヒ、オイラの言った通りだろ。こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っているのですか。まさかこの5つの箱の中身をすべてご存知で。え、まさか今の全部当たってるのか。さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱はすべて私が午前中に梱包し、一度も開けていませんので。独身術、投資能力、それとも何かトリックがあるのでしょうか。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ。あなたも気づいているのでしょう。過信探査に参加するのはこれが初めてではないということ。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？
中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、ダイモン。え、お前、オイラを知ってるのか。おお、ちょっと不安だけど、それでもなんかこうするのが正しい気がする。これってオイラたちにとって今日はもう20回目、いや30、それとも40、もう数えきれないほど過信短日を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。でこの缶詰知識には一体何が入ってるんだ。まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。じゃあ他のやつらはどうなったんだ。なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。見ての通り彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ。オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか。この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日にとらわれているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間は全て彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容体かなり悪いみたいだな。もしもこの過信短日の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。
もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。大賢者はせいぜい神の時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。違うのか。オイラもちゃんシンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。あ、ドニアザード。たとえ毎日が過信探査だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。まずは今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら過信探日の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。